はい、15.6 です。I'm sorry to hear about your problem. ね、あなたの問題聞いて、まあ、心が痛み、残念ですと。で、But if you have taken my advice, もしあなたが私のアドバイスを受け入れていたならば、If you なんとか in such trouble now, 今頃、そんなトラブルに、まあ、陥っていないだろうにということですよね。で、ここは明らかに had プラス pp がある。やったーって思うわけですね。ここに had プラス pp があるということは、これが仮定法の過去完了の帰結説。つまり、この形になるだろう。うん、その通りなんですけど、それはですね、ここ now がない場合なんですね。これ、あくまでも今の話がしたいわけでしょ。今の話がしたいということは、仮定法では過去にしなきゃいけないでしょ。ということで、4番が正解になるということですね。